こんにちは、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、充電戦隊恐竜ジャーリアルチェンジ恐竜ジャー2です。で、前回の動画ではこのリアルチェンジ恐竜ジャー2のゴールドの武器3種類をレビューしました。ただこの3種類を出すのに12回ガチャを回すことになって非常にお金使いましたけど、12回回す過程でケントロスパイカーのこのガチャが揃えばいいなと思ってたんですけど、出たのはガブティラファンクとドリキランス、この2つです。結構回したんで出るかなと思ったんですけど、まあガブティラファングはかぶるわ、前回でも言いましたけどモバックルはこう4つ出てくるわで、かぶりにかぶって今回はこのガシャポンでのケントロスパイカーを集めるのは諦めました。このドリキランスとガブティラファングのこの2つをレビューしていきたいと思います。ではドリキランスから開けていきます。中にはステッカーとドリキランス本体ですね。いや、ちっさい。分かってましたけど、むちゃくちゃちっちゃいですね。素だとこういう感じです。付属しているこのシールを貼って完成させます。はい、ドリキランスが完成しました。まあ、デラックス版でもかなりちっさかったですけど、もうガチャ版は相当ちっさいですね。小指も第一関節いかないぐらいですね。じゃあ次はファングショット開けていきます。これは大きいですね。あ、これはなかなか重量感ありますね。色も綺麗。シールがついてますので、これ貼ってきます。はい、ガブティラファングが完成しました。こっちはかなりシールの質感もいいですね。元の本体自体もカラーが綺麗なので、全然このドリキランスとは違って、こっちのガブティラファングの方がやっぱり明らかに完成度が高いですね。ただ、かなりちっちゃいサイズなので、ちょっと指は入らないのと、デラックス版にあるような、こう、ガブガブするようなアクションもできないですね。ちょっとケントロスパイカーの一部品って感じです。本当はね、このガチャ版のパラサショットとかあれば、ここの穴に刺して、ファングショットとか再現できるんでしょうね。ただ僕はもうこれ以上、このシリーズのガチャはやらないので、今回はもう断念です。はい、というわけで、ケントロスパイカーの一番この先っぽのドリキランスと一番根元側のファングショットを、まあ、レビューというか紹介させていただきましたけど、このガチャのね、全8種類の中からなかなか全5種類引き当てるっていうのは結構難しいと思うんで、挑戦してください。以上、リアルチェンジ恐竜ジャー2、ファングショットとドリキランスの紹介でした。